平成24年度地産地消普及拡大事業として地産地消の仕事人と学ぶ全国フォーラムが3月15日東京秋葉原 UDX ギャラリーネクストで行われました。全国フォーラムは地域で採れた農産物をその地域での消費につなげる活動を支援するもので、財団法人都市農産漁村交流活性化機構が主催しています。今回のフォーラムでは地産地消の仕事人の紹介として、地域に新たな事業を創出した地産地消の仕事人、地産地消を核とした地域コミュニティビジネスなどのテーマでパネルディスカッションが行われました。滋賀県東近江市の池田久喜子さんは現地で牧場を経営していますが、採れたての食材を新鮮な状態で出荷、加工しています。経営は大変ですが、消費者の方に安全安心の食品を提供したいという気持ちが先行していますと説明していました。この日は全国から仕事人、農業生産者など関係者100名近くが参加し、地産地消の説明に聞き入っていました。食ジャーナリストでもあり、このイベントのコーディネーターでもある金丸ひろみさんにお聞きしました。ここにいらっしゃる方で相当強い力を持ってらっしゃる方がいっぱいいらっしゃいます。ここにお見なってる JA 雲南さんの須山さんとかは、山間地の小さい農家さんの集約して、トラック便で集めて売れるところに持ってって8億にする事業になったりとか、今までとは全く違う概念とチャンネルのブッキングで新しい事業体を作るっていう地産地消の、経済も伴う活動されている方で、そういう方が集まって大きい動きになりつつあります。地産地消は、地域で採れたものをできるだけ、地域の中で食していこうということの、運動論ではありますけれども、それを今生産者だけじゃなくて、いろいろ流通の方とか加工の方とか飲食店とか旅館さんとかもそれをやることが付加価値になるということで、どんどん広がっている動きになります。